テレポビズ。中国に返還される和歌山県アドベンチャーワールドのジャイアントパンダ3頭が関西空港に向け出発しました。ゲージに入った3頭はトラックに乗る直前に飼育担当者からタケノコなどをもらい、最後のひとときを過ごしました。オスの永明は30歳で、施設によりますと人間の年齢で90歳ぐらいに相当するといいます。これまで16頭の子供を設け、パンダの保全や繁殖研究のため中国に返還されます。一方、永明の双子の娘桜浜と桃浜は8歳で、中国に返還後はパートナー探しを目指します。トラックは午前中、およそ200人のスタッフなどに見送られながら施設を出発し、午後に関西空港から中国に旅立ちます。